円形です。年生 S ぐらいかな。年生もう全然上がんなくて、うん、現在聖火ランナーを務める高山ノアさんがこちらに向かわれているところです。まもなく到着されます。姿が見えてきましたね。どうぞ皆様拍手でお迎えください。今こちらの会場に高山ノアさんが到着をされます。高山さんお疲れ様でございました。さあそれでは東京2020オリンピック聖火リレーミニセレブレーションを始めさせていただきます。またそれではまず三重県実行委員会代表の鈴木知事から皆様にご挨拶申し上げます。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、三重県での聖火リレー2日目、最終日ということでありますけれども、県民の皆さんのご協力によりまして、ここまで、大きな問題もなく無事にこの聖火をつなぐことができています。ふるさとへの思いとか家族への思いとかお世話になった人への思いとかあるいは障害のことを伝えたいとかいろんな思いで1年待って熱い思いで一生懸命走ってくれました。走ってくれたランナーの皆さんにも心から感謝を申し上げたいと思います。この2日目の松坂の区間はですね、本当に元折宣長を忍びながら歴史文化を感じてもらえる松坂の魅力を発信できる素晴らしいルートになってます。浅尾美和さんによりましてですね、トーチキスというのが行われるわけですね。このトーチキスが何百回何千回続いてこの聖火というのが7月23日の東京オリンピックの開会式につながっていきます。それがこれからも無事に行われることを祈っています。そして2日目残り頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして松田市長、上垣正人様からご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、松田市長の竹上です。まずですね、オリパラ組織委員会、それから三重県の実行委員会の皆さん、松阪市でミニセレブレーション、開いていただきました。本当に心から感謝します。ありがとうございます。今も市の方から話があったように、この松阪のねお城で、この式典ができることすごく嬉しいんです。どうぞよろしくお願いいたしまして、ご挨拶いたします。本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあそれでは聖火の受け渡し、トーチキスをしていただきます。これからトーチキスお願いします。今浅尾さんのトーチに聖火が灯りました。アタックポーズ決まりました。